終わりが見えない。すごく寂しい。一体いつまで耐えればいいんだ。終わりが見えない。すごく寂しい。一体いつまで耐えればいいんだ。もう何百年も経ったはずだ。もしかしてまだ何百年もこの劇を演じないといけないのか。この家庭がこんなにも苦しいものだなんて思いもしなかった。もう限界に達しているのだろうか。いや、限界なんかとっくの昔に来ていたんだろう。今日なんて涙を流している自覚さえなかった。誰かに打ち明けたい。たとえ一人だけでもいい。でもそれじゃ全部無駄になってしまう。何百年もの間いろんな調査をした。だけど予言を突破できる希望は何も見つからなかった。もはや信じることしかできない。水神を演じ続けることだけがフォンテーヌを救う唯一の方法なんだと。頼む、お願いだから絶対に成功してくれ。鏡の中の僕。終わりが見えない。すごく寂しい。一体いつまで耐えればいいんだ。